在押してからね、うん、ここからマッサージやるなんですよ、うん、おお大丈夫大丈夫サービスとかいいですよ。なんとねこのスーツケースまで無料でついてくるみたいです。これは何ですか。これはねスネーク、はい、蛇とか昔はね蛇オリビアン今はねこっちの方が安いじゃないですか。もちろんオリビアン今はね9900ウォンだと思います。えここはとても8000ウォンですよ。もうちょっと多めに買ったら、はい、店の外ねめっちゃいるんですよ。こんなにもいれます。もうお客さんだらけですよ。はいどうも伊坂です、今回なんですけど韓国のミョンドンにある、コスメショップで働いてます。ここのスタッフの方とね仲良くなってね結構いいコスメがねたくさん売ってるんですよ。実際僕はこのお店にね潜入してどういったものがいいのかとかで、ね、動画を撮っていこうと思います。安いものからとにかくいいものまであるんですよ。僕はその辺専門的な知識がないんでスタッフの方にね何がいいのかっていうのをね説明してもらって今日一日ね働いてみたいと思います。店内はこんな感じで、コンビニみたいな感じですね。店の外ねめっちゃいるんですよ。こんなにもいれます。お客さんだらけですよ。ノンノン出口が向こうなんですよ。で、まっすぐ来たらここにたどり着きます。もうめちゃくちゃ簡単なんですよ。名前がザ・セムです。これが一番売れてると。はい、おお売れ筋ですね。はい、これはカタツムリですか。そうカタツムリですね。はい、おお金箔。金箔、金箔と入ってるやつ。おお金箔ってめっちゃいいやつじゃないですか。そうです。これはこれは ねいいものですよ。だってこっちのマスクだったら毎日で使うんじゃないですか。うん、こういうものだと1週間で1回から2回ぐらいで使えば十分で綺麗になりますよ。これってここで買って荷物になるじゃないですか。そうですよ。発送ってできるんですか。発送もちろん例えばこれアダプスイートに購入する場合はうちはね全部 EMS で取らないように発送してあげます。毎日 EMS もやってるんですよ。あそうですか。はい、じゃあミョンドンに来て荷物になる方とかね発送もまあたくさん買ったら、ね、そうですね。別サービスとかいいですよ。なんとねこのスーツケースまで無料でついてくるみたいです。ほんまに？たくさん買ったらですね。たくさん買ったらこれだけ買えばですね。このスーツケースがねついてくるっていう。そうですよ。韓国のカンナムの先生がおすすめする。これ一回押してからね、うん、ここからマッサージやるなんですよ。うん、おお大丈夫大丈夫。こういうシワの部分とかね。はいはいはい、はい、例えばダルミアロカブさんたちとか、あれなのにシミ。シミにもすごく効くなんですよ。だから昔からね日本の有名な人たちもここによく来てて、うん、これやってたと。そうですよ。おお。かける人もいるんですよ。マジですか。こういうふうに当てて、あなんか気持ちいいな。これ気持ちいいですよ。うん気持ちいいです、ね。こういうふうに当ててでその後に叩いたら、うん、見てみても全然違うんですよ。でさらにもしリストをもっと欲しいなきお客さんたちだったら、こういうロールの方ももう一回この辺でも、一旦押してからね、美容液が出てくるので、こういうラインにも、こういうラインにも、こういうラインにもマッサージができるんですよ。敏腕の流れもすごくいいんですよ。これは何ですか。これはね、スネーク、蛇毒。昔はね、蛇。でも昔はね、マスクめっちゃ有名なんですよ。あ、そうですか。蛇のマスク。そう、蛇毒のマスク。マジで。どっちもこういうコロコロするようになったんですね。そうですね。朝夜ですね。別に朝夜両方使うけど面倒くさいだと思うから、これブラックの方だけ使っても大丈夫です。はい。じゃんじゃん。これがめっちゃすごいらしいんですよ。こういうふうにはね、洗顔の後、そうこのぐらいで出してて、で顔全体的に塗りますね。こういうふうに当てて、でしばらく置く。これはね、毛穴のティップ、掃除な感じなので1週間は1から2です。たくさん使う必要ないです。とてもオイルの人、オイル肌の人たちだと1週間で3、4回ぐらい使ってもいいです。こちらね、2回です。一番最高です。こういうふうになったら、すぐ洗わずに上でマッサージやるんですよ。こういうふうにマッサージしていて、でもう1回しばらく置くんですよ。でもう1回食べるの余っ
出てくるときには、おお、まだ白くなってた。水で流します。あ、これで水に流すと、すげえ。これが毛穴の汚れが出てくるってこと。そうですね、汚れとか黒ずみとかアニメにキビができやすいお客さん立ち方がすごくおすすめなんです。これ昔から人気なものなんです。人気なんですか。はい、確かに。はい、これこういう形です。おお、これはいいな。先のがこれです。あの、すっきりします、すごい。これね、あの、日本人好きですね、今。そうです。結構流行ってますよね。オリアンとかでも普通に売ってるんですけど。オリビアン今はね、9900ウォンだと思いますよ。え、ここは？でも8000ウォンですよ。もうちょっと多めに買ったら、はい、割引あげます。へぇ、はい、この28っていうのは結構見やすい。そうです。一番売れてます。歯が白くなる。そうだ、肌白くなるし、こちらだと、ツヤ感が出てくるので、こっちも結構人気なんですよ。これもね。なんかこんなに種類あったんやね。そうですね、最近日本の方はね、こういうものも結構好きだし、こういうヘアオイルも評価出るなんですよ。はい、オリアンより安いです。可愛いですね、めっちゃ。これ全部リップなんですか。全部リップ。こちらだとリップなんですけど、これだとリップティントなんですよ。リップティント、はい、あの色がついてワンラスト、サーフ飲んでも甘酢が落ちないです。いろんな種類が売ってますね。可愛いですよね、めっちゃ。こっちはセット。1万ウォンで20枚のパックです。めっちゃ安いですね。なんせね、ここのお店は日本語が通じます。まあ、ミョンドン結構ね、日本語を通じる店ばかりやけど、ここにいるスタッフ全員がね、日本に住んだことがあるんですよ。今までそのクリニックに行ってしてもらうだけやったんですよね。なんですけど、こういうコスメ的なこととかね、結構勉強になったなと思います。近くにオリーブヤングとかもたくさんあるんですけどね、日本語も皆さん結構喋れるんで、安心してね、来れるお店じゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。ほな。